24時なんですけれども、東名高速でね、こんなビタ止まりするぐらい渋滞ができてるわけですよ。今ちょうど24時ちょうどですね。ちょうどですね。でこれがですよ、あの問題になっている、24時を超えると、料金がね安くなりますよね、高速道路の。それの待機をしているトラックたちですよ、この渋滞は。なんか10分ぐらい前からトラックがみんな来始めて、で24時を超えないと割引が適用されないんで、それまでみんな待ってるらしいんですよね。完全に止まって、今それがね問題になっているんで、現実はどうなのかと、本当にそんなことが起きているのかとちょっと見に来たんですけど、マジで渋滞してます。マジで止まってる。今もう24時1分で1分過ぎたところなんですけど、いやこんな夜中にね混んでる道路ってなかなかないんですけど、こんなにも混んでるとはね思いませんでした。すごいな。
Well.